延岡市政だよりです。この時間は延岡市の企画制作でお送りします。それでは耳寄り市政情報です。今回は3種類のワクチンの無料接種について健康増進課赤木ゆかりさんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。延岡市では子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンが無料で接種できるようになりましたね。はい、延岡市では市民の皆さんの健康な暮らしを応援するために1月から子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種にかかる費用を市と国とが協力して負担し無料接種を行っています。この3つのウイルスはいずれも重大な疾患を引き起こすことがありますので、ぜひ接種されてください。重大な疾患を引き起こすとのことですが、具体的にどのような症状になるのでしょうか。それではまず子宮頸がん予防ワクチンについて教えてください。はい、子宮頸がんは子宮の頸部にできるがんで、20代から30代の女性に多く見られます。日本では年間8500人以上の女性が子宮頸がんにかかり、2500人が死亡していると言われています。原因の一つに発がん性 HPV ウイルスへの感染があります。このウイルスは多くの女性が一生に一度は感染するごくありふれたウイルスです。しかし感染した状態が長く続くと子宮頸がんを発症します。このがんは初期の段階では自覚症状が見られないことが多く、発見が遅れると手術で摘出したり、最悪の場合死亡に至るケースがあります。女性にとってとても怖いウイルスですね。ワクチン接種によって防げるのでしょうか。はい、ワクチンの予防効果は3回接種することで十分な効果があり、予防期間は6年から20年と言われています。無料接種の対象者は延岡市に住所がある中学1年生から高校1年生までです。しかし予防接種で全ての子宮頸がんを防げるわけではありませんので、20歳になったら早期発見に一番効果の高い子宮がん検診を受診してください。次にヒブワクチンについて教えてください。はい、ヒブとは B 型インフルエンザ菌の略で、中耳炎や気管支炎、髄膜炎などの感染症を起こす細菌です。特に細菌性髄膜炎は脳脊髄を包んでいる髄膜に細菌やウイルスが感染して起こる病気で、大半はヒブが原因と言われています。このヒブが原因の細菌性髄膜炎には5歳未満の子どもがかかりやすく、年間600名ほどがかかり、そのうち 5% が死亡、25% に転換や発育障害などの後遺症が残っています。つまり5歳になるまでに2000人に1人の乳幼児がヒブによる髄膜炎にかかっているということになります。小さい子どもさんがいるご家庭では心配ですね。そうですね。しかしこのヒブはワクチン接種でほぼ 100% の免疫ができ、高い予防効果があります。接種の基本スケジュールとしては、生後2ヶ月から7ヶ月までに初回接種し、4週間から8週間の間隔で2回、3回目の接種から1年後に1回接種します。わかりました。最後に小児用肺炎球菌ワクチンについて教えてください。はい、肺炎球菌とは多くの子どもの鼻や喉などにいる身近な細菌です。子どもの体力や抵抗力が落ちたときに細菌性髄膜炎や肺炎、菌血症などを引き起こします。肺炎球菌により細菌性髄膜炎となる割合はヒブよりも低いですが、症状は重くなるとされ、年間200人の子どもがかかり、3分の1が死亡したり重い障害が残ったりしています。接種の基本的なスケジュールとしては、生後2ヶ月から7ヶ月までに初回接種し、27日以上間隔を空けて2回接種します。3回目の接種後、1歳の誕生が来てから1回接種します。この2つのワクチンの無料接種の対象は、延岡市に住所のある0歳から4歳までの乳幼児となりますので、ご注意ください。その他何か注意点はありますか。はい、これらのワクチンは市内の指定医療機関で接種することができます。指定医療機関については、詳しくは広報延岡2月号や市ホームページをご覧ください。
また接種する場合は事前に指定医療機関に予約が必要ですのでご注意ください。その他ご不明な点がありましたら健康増進課までお問い合わせください。今回は健康増進課の赤木さんに3種類のワクチンの無料接種について紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に延岡市役所からのお知らせです。延岡観光協会では延岡市の観光 PR を行う2011延岡若あゆレディを募集しています。応募資格は市内に在住または勤務在学している18歳以上の女性で、4月から1年間随時行われる観光イベントなどに参加できる方です。応募方法はご覧の通りで、締め切りは2月18日金曜日までとなっています。詳しくは延岡観光協会のホームページをご覧ください。選挙管理委員会では4月の統一地方選挙で20代の投票立ち会い人を募集しています。今回は4月10日に宮崎県議会議員選挙、4月24日に延岡市議会議員選挙の2つの投票が行われます。応募資格は延岡市の選挙人名簿に登録されている方で、各選挙の投票日現在で20代の方が対象になります。申し込み方法はご覧の通りです。2月25日金曜日までに選挙管理委員会へ直接お申し込みください。この時間は延岡市経営政策課広報広聴係の企画政策で延岡市政だよりをお送りしました。